こんにちは、リトマンです。さあ、ようやくお待たせしました。本日は開墾植物を育てるための土の動画2024年版でございます。もうずっとトロトロ作業しておきながら、もう4月も中旬後半になってしまいましたが、もうきっと皆さん植え替えを始めてしまってますよね。なのでちょっともう遅い感はあるんですけど、未だに昨年一昨年かなに投稿した動画は見ていただけてたりとか、土に関する動画のご要望もたくさんいただくので、今回はちょっと我が家の開墾植物の土2024年版の動画を撮影していこうと思います。では本日もよろしくお願いします。ではもう早速なんですけど、今回使う土ここに持ってきました。で、先に言っておきますが、今回2024年版の土に関しては去年から使ってるんですね。私としては去年から使っていて、まあまあいい感じかなとは思ってるんですけど、前回あげた土の作り方に比べるとちょっとね、揃えなきゃいけないものとかが多くなっております。私の紹介する土は作りやすさ重視でこれまでは紹介してきたので、ちょっと今回の土に関しては揃えにくかったりとか、ちょっとね高くなっちゃったりするので、前回の土でも全然うまく育ってるので、前回の方が簡単だっていうのは先にお伝えしておきます。ちなみにおさらいしておくと、前回私が紹介した開墾植物の土は赤玉、カヌマ、ヒューガ、ゼオライト、それを赤玉3、カヌマ1、ヒューガ1、ゼオライト 0.5 という形で、混ぜるだけという簡単な配合の土でした。なので、作りやすさ重視、揃えやすさ重視というところで紹介をさせてもらったんですが、今回ねちょっともう結論言っちゃうと、実はカヌマ土を抜いてます。カヌマ抜いて赤玉とヒューガをベースにしつつ、ちょっと別のものも入れてます。なのでほぼほぼ赤玉土で構成されてるっていう感じですね。ヒューガ土もそんなに入れないの で、カヌマ抜いた理由としては、やっぱりね、カヌマ硬質の結構いいのを使ったとしてもかなりやっぱ崩れやすいのと、ちょっと水やり多めにしちゃうとすぐに苔が生えちゃうんですね。なんで、カヌマ土って本当に必要なのかなっていうのが自分の中でちょっとふつふつと疑問として上がってきていて、で、試しに、カヌマ抜いてやってみようかっていうところで、カヌマ抜いてみたら、意外と問題なく育ってるので、なのでカヌマは抜いて今回は土を作っています。その代わり、保肥性っていう部分で、別のものを入れてるっていう感じの土が2024年度版の開墾植物の土です。なので早速もう今回作っていきたいと思いますので、今回使う用土を紹介していきたいと思います。はい、ということで、じゃあ使ってる土早速紹介していきたいと思うのですが、ちょっと場所変えてきました。というのもね、この時期ね、もう我が家は庭の日照がすごくて、ちょっと場所によって白飛び、日照強すぎて逆光で白飛びするか、それか自分が影になっちゃって暗くなっちゃうか、どっちかなので、なかなか撮影場所がなくて、この時期の庭動画の悩みでございます。あとはね、ちょっとよりによって今日風がめっちゃ強くて、なんかね、最近撮影する日に限って風が強いんですよね。なんで風の音とか強く入っちゃってたらすいません。なるべくここの風の影響を抜けない場所で撮影しておりますっていう苦労をしながら動画をいつもこの時期は撮っています。というのはいいとして、じゃあ早速ちょっと2024年度版開墾植物の土で使う用土紹介していきたいと思います。で、こちらにも持ってきている通りでございますが、今回使うのは、さっきもお伝えした通り、鹿沼土を抜きました。鹿沼土抜いた代わりに、このベラボンとこの竹炭、この竹炭を使っております。このベラボンと竹炭がちょっとね、入手性があまり良くないし、これとか結構高い。もうこの盆栽用高級竹炭って書いてる通り、結構値段がしちゃうので、ちょっとね、コスパとしてはあまり良くなくなっちゃったかな。去年の土に比べるとコスパは悪くなったかなっていう気はしております。で、さっきも言った通り、鹿沼土を今年は抜いてるので、この赤玉土が一番メインの用土になります。そしてこのヒューガに関しても、5リットルとそんなに多くないんで、
本当赤玉がメインの土になるかな。なんで赤玉に関しては、今回この3本線の硬質の赤玉を使ってるんですけど、なるべくメインの用土になってくるので崩れにくい硬質のものを使う方がいいかなと思います。その硬質のものを使うか、硬質なのか普通のホームセンターで売ってる赤玉を使うのか、かなりねこの用土の質って変わってくるので、この私としてはこの硬質の赤玉土ちょっと高いんですけど、硬質を使うことをお勧めしております。はい、という感じで、土はだから赤玉土が、14リットル小粒ですね。3本線の赤玉土小粒で14リットルで、日向土も、小粒でこれが5リットル用意しています。で、竹炭、ベラボンで、あとここにあるのがゼオライトですね。ゼオライトとかはもうこれ20キロのを買っちゃって、もうずっともうここ3年ぐらいこれずっと使えてるので、なんでゼオライトは1回買ったらというか、こんなに大きなサイズはいらないんですけど、この二木町っていうところで取れるゼオライトが一番質がいいとされてるんですけど、これがね20キロしかなくてちょっと仕方なく買ったっていう感じです。ゼオライトは S サイズ、ベラボンも S サイズを購入しております。使ってる用土はこんな感じなので、じゃあ早速ちょっと混ぜていきたいと思います。まずは赤玉土からですかね。赤玉土がこれ硬質で、3本線という一番ランクの高いものですね。これが14リットル入ってるのかな。なかなかね小粒がね、私がこれ買った時はもう在庫がなくてですね、どうしようかなと思ったんですけど、この小粒の次が中粒になるんですけど、中粒はかなりねちょっと粒が大きくなっちゃうんで、小粒を買うことをお勧めします。ちなみに今日マジで風が強すぎるので、これちょっと動画もしかしたら全カットじゃないかっていう恐怖に怯えながら一応撮影をしております。いや、さっきも言ったけど、本当休みの日のたび動画を撮ろうと思ってる日、もう毎回ちょっとね風が強かったりするんですよね、その日に限って。はい、こちらが3本線の赤玉土、こんな感じ。非常に硬質で指でつまんでももう全く潰れない土です。みじんもかなり少なくてすごいおすすめですね。もう全然潰れないです。なんかこの土に関してはこのプランテーション山本さんでしか扱ってないみたいですね。いや、もうほんと潰れない、もう全くいくら指で押しても爪でやっても潰れないんで、これはかなり固めの赤玉ですね。今回メインがさっきも言った通り赤玉土メインなんで、これだけ硬質のものを使った方がいいかなと思います。ただちょっと気になるのが結構根っことか入ってるんですよね。今までそんな根っことか入ってなかったんですけど、ちょっと根っことか入ってるなーっていう印象がありました。これが一応14リットルです。で、本来は振るう必要もないんですけど、みじんもめっちゃ少ないんで、ちょっと今回はどれぐらいみじん少ないか14リットル振るってみたいと思います。振るう必要はないとは言ったけど、余裕があるなら振るうに越したことはないですね。マジでほぼみじんはないです。ちなみにこちらの赤玉土は丸々1袋14リットル使います。配合は最後にお伝えするので、なので今回は14リットル使ってますが、赤玉土の量が変わればまた他の土の量も変えていただければと思います。もうこの土はみじんもないこと分かってるんで、もう結構適当な振るい方で雑に振るっておきます。ホームセンターとかの赤玉土でもいいのはいいんですけど、本当なんかね崩れやすいし、本当みじんとか振るるとめちゃくちゃ量減っちゃったりするんで、なので赤玉に関しては、ある程度日本線とか少しいいのを買った方がいいんじゃないかなとは思っています。はい、これで
14リットル振りました。14リットル振るってみじんこれだけ、かなり優秀ですよね。これだけみじんが出ました。めっちゃ優秀なので、この硬質赤玉土は私がいつもおすすめして、これを使うといいと思いますよとお伝えしてあります。はい、OK。 じゃあまずはこの赤玉土が14リットル、配合でいうと3です。で、次が日向土もこちらの小粒タイプですね。日向に関しても1袋全部入れちゃいます。これも振る必要特にないんですけど、ちょっと振るっておきます。はい、ヒューガもこれで5リットルです。ヒューガが5リットル、赤玉が14リットル、なので、本当は14なんで、ちょっと正確には違うんですけど、赤玉さん、今ヒューガが1っていう感じです。で、去年まではここに対してあと鹿沼土も5リットル1入れてたんですけど、今回は鹿沼土は入れません。で、その代わりにこのベラボンですね、ベラボンを、2.5 リットル入れます。なんで、赤玉さん、ヒューガ1、ベラボン 0.5、大体なんですけど、これが550ぐらい入るんで、これが5杯分ぐらいが 2.5 ですね。でも本当体積ものによって違うんで、本当この辺ざっくりで大丈夫です。でベラボン入れる理由に関しては、鹿沼抜いたんで、ちょっと保水性とか保湿性っていう面で、落ちちゃうかなと思っていて、その代わりにそのあたり優れている、ベラボンをちょっと入れてみてはどうかなと思って、今回からベラボンを入れています。ベラボンは S サイズなので、この M サイズ以上がチップになっちゃうんですよね。 S サイズはおがくず状のものです。ベラボンの大体、もう大体でいいんで、0.5、 今回の配合容量でいうと 2.5 リットルぐらい入れます。これで2、あと1杯分か。はい、これで 0.5 で、配合とか分かりにくいときはこういうスコップ使ってもらって、今回は赤玉3、ヒューガ1、ベラボン 0.5 なので、赤玉3杯すくったらヒューガ1杯で、ベラボンがだいたいこれの半分ぐらいっていう感じで入れていったら、もっと少量、今回は14リットル5リットル 2.5 リットルって多かったんですけど、もっと少量の土でも作れるので、なので、赤玉とかヒューガとかそれぞれ別に用意しておいて、でその都度3杯1杯、 0.5 杯みたいな感じで混ぜながら植え替えするのもおすすめです。今回私みたいに場所があるなら一気に作っちゃっていいと思います。これベラボン、 S サイズのベラボンを 0.5、 2.5 リットル入れました。で次が、ゼオライトですね。ゼオライトも 0.5 です。なのでだいたい 2.5 リットルぐらい今回は入れます。ゼオライトに関しては保湿性が高いのと、あとは吸湿性があるので、鉢の中の水分吸ってくれたりとか、乾燥してきたら水分を出してくれたりする役割があります。なんで一般的にゼオライト入れてれば根腐れしにくいっていうのはそういうことですね。これは、さっきも言ったように S サイズなので、もう少し本当は大きいサイズがあればいいんですけど、ちょっとその次の M サイズだと大きくなりすぎちゃうので、この S サイズぐらいを私は使っています。これが、0.5 ですね。本当はゼオライト、もちろん見えないと思うんですけど、すごい細かな穴が開いてて、ここに保湿性であったりとか水分を閉じ込めておいて放出するっていう働きをしてくれます。これがゼオライトです。でここまで入れてきたものをおさらいすると、赤玉土が14リットル、ヒューガが5リットル、ベラボンが 2.5 リットル、ゼオライトが 2.5 リットル、で最後に入れるのがこの竹炭ですね。竹王って読むみたいですね。この竹炭結構高いんです。これ
これをちょっと使っています。これの効果性はね、ちょっと未だによく分かんないんですけど、まあ今回から使うようにして様子を見ています。なんでこれはもう最悪なくてもいいかなっていう気もしなくはない。でこの蓄音に関しては、1袋が 2.7 リットルなんですけど、まあ、大体半分ぐらい入れてます。なんでちょっとざっくりとどれぐらいと言えなくてこれだけ申し訳ないんですけど、まあ量としては1リットルちょっとぐらい今回は入れておきます。こんな感じの、わかるか、炭ですね。結構硬くて崩れないんですけど、たまにこういう長いの入ってるので、ちょっとこういうのは折ってちっちゃくしておきます。これ大粒と小粒があるんですけど、これは小粒です。大粒めっちゃでっかいんで、ちょっとそこだけ気をつけるようにしてください。ちょっと気になる長さのものだけ折っておきます。はい、こんな感じ。これで2024年度の土完成です。あと混ぜるだけですね。今回入れなかったのが、マグアンプ、肥料も入れてません。肥料もその都度植え替える都度入れるようにしました。なんで肥料性なしなんで、まあマグアンプとかはもし入れたければ入れてもいいかなと思います。はい、こんな感じの土でございます。なんで本当赤玉メインっていう感じですね。ヒューガも、15リットルに対して5リットルしか入ってないので、ほぼ赤玉土がメインの土になります。じゃあ混ぜますね。土混ぜ ASMR お楽しみください。はい、一通り混ぜ終わりました。今回の2024年度版の土はこんな感じでございます。赤玉ヒューガ、ゼオライト、ベラボン、竹炭ですね。うん、ベラボンがねちょっと細かいからちょっと微塵っぽくなっちゃうんですけど、まあ特にこれは抜かなくても大丈夫かなと思います。まあ、ベラボン、ゼオライト、ヒューガーが結構入ってることによって、まあ、めちゃくちゃ軽めの土なので、なんで私は水やりがめっちゃ好きなんで、水やり多めの方におすすめの配合ですね。ただ水やりそんなしょっちゅうできないよという方は、なんかここにさらに例えばちょっと保水性高めるような土とか、まあ、入れてあげたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これをあくまで基本用土として、まあ、混ぜながら環境に合わせて作っていくのが私はいつもおすすめしております。はい、これが2024年度版の開墾植物の土でした。ついでに紹介しておくと、実は我が家今年度パキポディウムだと土を変えております。これがパキポディウムで使ってる土です。これがですね、これも赤玉がメインなんですけど、これが入ってるのがこの赤玉土、これが13リットル、これ普通にホームセンターで買ってきたやつです。とこちらのブルーベリーを育てる土、これが12リットルなんで、だいたいまあ赤玉土とブルーベリーの土が1対1ですね。とさらに中華土、これももうホームセンターで買ってきたやつですが、これが18リットル入りなんですけど、まあ、3分の1ぐらい使ったのかな。なんでだいたい5リットル6リットルぐらい入っています。なんで割合としてはブルーベリーと赤玉土が1対1で、ヒューガが 0.5 半分という形の割合の土です。これがこの土なんで、ブルーベリーの土が結構入ってるんで、まあ保水性はかなり
高い土になってるんじゃないかなと思います。でブルーベリーの土なんですけど、これ実はブルーベリーって酸性で育つんですよね。で pH が5からプラスマイナス 0.5 なので、かなり酸性寄りの土になっていますが、パキポジウムに関してはなんかやっぱり酸性がいいのかなっていうのが最近すごく感じていて、ちゃんと文献として海外とかでは酸性の土で育つって書かれた文献があるんですよね。なのでまあ物は試しとして、今回赤玉土1ブルーベリー1ヒューガ 0.5 という形の土でパキポジウムの未消化株たちは育てています。これ本当に今年から始めたちょっと実験がてらなので、皆さん真似しなくて大丈夫です。これはまた来年ぐらいに我が家のパキポディウムの未消化株見てもらって、国家性あるなと思ったら真似していただければと思います。今年はちょっとまだ実験中なので一応紹介しておきますが、真似はしないでください。あとはよくやや言うても土買ってきて混ぜるって結構難しいよって言われるので、そういう時に私も土作るの邪魔くさいなっていう時使ってるのが、このホームセンターですぐに買える、花心さんの開墾植物の土とこのプロトリーフさんの流状軽い培養土、この2つを結構使うことは多いかなと思いますね。まずこの開墾植物の土に関しては、これ前動画にも紹介しましたが、入ってるのが軽石、赤玉土、カズマ土、ココナッツファイバーが入ってるみたいです。こんな感じの土ですね。若干カヌマが多めなのかなという気はしなくはないのと、柔らかい土なんで、こうすれば簡単に崩れちゃう。なので若干ミジンっぽいのも多くなっていますね。ちょっとサラサラの土っていうよりかは、ちょっと多肉植物、エケベリアとかで使うような、なんか培養土入ってるような土になっちゃってますね。はい。ただミジンも私も結構ミジン抜いてとは言ってるんですけど、ミジンイコール悪というわけでもなくて、ある程度保水性高めるっていう面では、ちょっとはこういう崩れた土も入っているのもいいのかなとは思うんですが、ただね、なかなかそういう土使ってると植え替えを早めにした方がいいです。どうしてもドロドロになっちゃったりするので、植え替え頻度を上げていった方がいいのかなと思います。まずこの開墾植物の土、一応開墾植物の土っていう体でホームセンターとか手軽に買えるのはこの土しか今のところはないです。あとはプロトリーフの粒状、粒状、軽い培養土、これも、赤玉カヌマ、パーライト、軽石、あと肥料が入ってるみたいですね。これに関しては若干カヌマが多めなのかなという気はしますが、これもパラパラとした土で、こっちはさっきのに比べると、そこまでちょっと培養土っぽさはないような気はします。これがどちらかというと普段使っている土にまだ近いのかなっていう気はしなくはないですね。ただこれももちろんすぐに崩れちゃう赤玉土使っているので、あまり長い間使うことはできないかなと思います。なのでこういう土使いながら、あとは赤玉土だけ買ってきて混ぜるとかでもいいかもしれないですね。やっぱり赤玉は私は硬質を使うことをお勧めするので、どうしてもこういう売ってるものだとすぐにバラバラになっちゃうものが多いので、本当ちょっと土がなくて急遽植え替えなきゃいけないとか、そういう緊急時だけ私は使うようにはしていますが、通常であればやっぱり土買ってきて植え替えるのが、私もおすすめなのかなとは思いますが、一応ホームセンターで気軽に買ってきて、私がたまに緊急時に使っているのはこの2つですよっていうのだけお伝えしておきます。どちらもそこまで細かすぎず、ある程度の粒の大きさの土で、売ってる中ではまだ開墾植物は育つのかなっていう感じの土ですね。はい、一応こちらも紹介でした。はい、ということで本日は我が家で使ってる開墾植物の土2024年度版の動画でした。冒頭でお伝えした通り、今回はベラボン入れたりとか、あとは竹炭入れたりとか、ちょっとね、なかなかその辺のホームセンターでは揃えにくいものも入れちゃったりしてるので、去年に比べると、去年の赤玉ヒューガカヌマゼオライトだけの土に比べると作りにくくはなっちゃったかなとは思うんですが、一応、排水性とか保肥性とか保水性とか、あと根腐れとか、考えて作った土なので、よろしければ真似して作ってみてください。一応概要欄に、各用土買えるリンク貼っておりますので、そちらも参考に見ていただければと思います。
これで一応、まあ、1年ぐらいは使ってて、そんなに根腐れしたものはないですし、まあ、どの株も順調に育ってるので、まあ、ある程度ちゃんと育つ土なのかなとは思っていますが、まあ、皆さんのご自宅の環境とか水やりのペースによっても、まあ、それぞれそういう土の配合って変わってくると思うので、まあ、あくまでベースの用土として参考にしてみていただければと思います。まあ、なかなか最初から竹炭入れたりとか、ベラボン揃えたりとか難しいよという方は、前回の動画もぜひ見ていただければと思います。まあ、前回の動画もあれ2年前、1年前の動画なんですけど、まあ、今でも十分情報として使える動画かなと思ってますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リットマンでした。では土は作ったので、これをひたすら次は株を植え替えていく作業がこれから始まります。6月梅雨入るぐらいまでは超忙しいですね。数時間前に土を作ったんですけど、今日さっき土を混ぜてるシーンと同じ日で、あれから多分4時間5時間ぐらい経ったんですが、この通りもう土がなくなってしまいました。やばいですね。未消化株を植え替えたらあっという間に使い切ってしまいました。また土作りたいと思います。この時期は毎年こんな感じ、大変です。